do I feel like I linger? Linger between the words to say the words to remember. Now we're here to take control over your body and over your soul. We're gonna take back everything and lose it all. Lose it all. ございます。塚原農園です。今日はブロッコリーの苗を植え付けをしたいと思います。中さん、おはようございます。今日は何食べましたか？今日ですか？はい、今日ウインナー食べました。あ、今日もウインナーですか？ありがとうございます。今日こちらの品種夢響きというブロッコリーになります。あ、中さんすいません、これ8月の4日って書いてあるかな、札は。あ、フラコですね。そうですね、8月の4日。はい、8月の4日になりますと苗がここまで、中さんちょっと見せていただいていいですか？はい、こんな感じになります。株元の軸がかっちりと赤く茶色く締まってますね。ここまで大きくさせると台風が来ても全然やられない、すごく丈夫な苗になります。数ある秋と冬に栽培する野菜の苗の中で、キャベツ、ブロッコリーとか、そうですね、白菜、あたりですよね。この3つの中で、特にこのブロッコリーは固くさせるとすごく、強いです。はい、で純化も1週間ぐらいさせました。純化はこれちょっと外にもう出さない、やっていたんですけれども、サイド面開けっぱなしにしておいて、上寒冷車は外しておいた。植え付け1週間前になったら、水を少しずつ朝1回与える量を減らしていきました。それで最大限こうね、固く締まるんですね。水を与えるのを控える、極力まで控えると軸が固くなります。で植え付け
前日になったら、まあ、当日でもいいんですけれども、たっぷりと水を与えて、でついでに液体肥料もたっぷりと与えました。ということで、植え付けする時の一番のポイントは、植え付け当日は水をたっぷりと与えて早めに、で液体肥料を吸わせて根から与えることによって、1週間お腹を空かせた子たちが肥料をもらうことによって、勢いよく根を出そうとするような習性に切り替わります。スイッチが入るんですね。その時に畑にちょうど植え付けをすれば、根を広げるスペース、はい、畑大きくありますので、そちらにぐーんと伸びますので、なんかこうね、私の動画でいつも視聴者様で、塚川さんの野菜は育つのが早いですんで、なんか変特別なことをしてるんですかとおっしゃる視聴者さんもいるんですけれども、そうなんです。その液体肥料を植え付けする前にやるっていうのがポイントです。ちなみに今日はちょっと久しぶりに暑いですね。29点、まだ朝7時なんですけど 29.5 度です。今日は一日暑くなりそうな予感ですね。あともう一つの品種、こちらジェットドームです。はい、8月の11日に種まきをしました。これも早いタイプになりますので、9月に植え付けると11月には収穫ができる品種となってます。こちらの方もいい感じに苗が、仕上がっております。この畑は前作はトウモロコシを栽培しておりました、白いトウモロコシプラチナコーン貝という、トウモロコシなんですけれども、これを残砂緑肥としてすき込んだことによって、土がすごくふわふわふかふかな土に仕上がりました。苦土石灰と化成肥料なども撒いて今日耕したんですけれども、黒くいい感じに湿ってます。まあ結構ですね、ずっと雨が降っていましたのでね、畑もだいぶ水分がちょうどいいバランスになってきました。はい、こちら植え付けが始まりました。今レン君に移植機で植え付けをしていただいて、中さんに差し苗をしていただいております。こちら、8月4日に播種をしました。まず夢響きですね、これが、苗で販売されている場合、確かおかわりくんって言ったのかな、まあ、ブロッコリーが蝶花蕾が取れた後に脇からも3つぐらい、側枝がね、側花蕾が出たものも大きいもので取れる、ということで、すごく興味があったので、これちょっと今年取り入れてみた、品種になります。はい、8月4日に種をまきました。すごくいい苗に仕上がっております。でこちらおはようブロッコリー、これが終わった後に夢響きを収穫をしていくということですね。はい、よいしょか、見ていきましょう。畝の方はまっすぐですね。ピシッと、すごいですね。今日で、ブロッコリーの方は植え付けは、2回目、ということなんですけれども、キャベツと合わせると、まあ、合計6回目の定食になります。もう完璧ですね。申し分ありません。100点満点ですね。そして次、こちらから品種がまた変わります。ジェットドームになります。種をまいたのは大体同じぐらいなんですけれども、苗の方をちょっと見ていきましょう。はい、こんな感じに仕上がっております。いい苗ですね。徒長せずにまっすぐ育っております。でこれ視聴者様からちょっとですね、お問い合わせをいただいたんですけれども、メッセージをいただきました。この苗を作るのに徒長をしないように作る方法を教えてくださいということなんですけれども、アブラナ科の植物と、まあ、白菜とかね、いろいろありますよね。ブロッコリー、キャベツに白菜と、このあたりは苗を作って畑に植え付けをするものなんですけれども、結構意外とこの時期種まくっていうのはね、地域によって雨が結構降っているところもありますよね。まあ、そういった時はもちろん遮光ネットは使わないで、太陽の光をたくさん浴びさせるということがまず一つですね。あとあまり水をたくさん与えすぎない、過湿状態にさせない、だけれども表面発芽させるまでは上を乾燥させないということですね。種をまいてから1週間から10日ぐらいはすごく神経を使います。それ以降というものは意外と簡単なんですね、水分に関しては。はい、でもう一つが、
種をまいた時に使った土、培土にもやっぱりそれに合ったものが必要です。園芸培土の中でも種まき培土という書かれているものを使っていただくっていうのが一番いいんですけれども、種をまいた後に上にかける覆土ですね、この覆土も要は植え穴が、まき穴、種をまくために穴を開けますね。その穴が浅いと徒長みたいになっちゃうんです。胚軸が結構伸びやすくなってしまう。だから結構ちゃんと播種するときは1センチの深さを守っていただいて種をまいていただく。でその上にかぶせる覆土、土なんですが、バーミキュライトが安定してすごく使いやすい、今もねシェア率一番高いとは思うんですけれども、徒長される方は上に稲ニカとかね、計算室新肥料というのがあるんですけれども、カルシウムみたいなものですね、それを上に振っていただくとそれを乾燥防止代わりにもなりますし、カルシウムを与えることによって苗を硬い苗に育てることができます。でまたそういったものを使わずにバーミクライトを上に振っておく、で発芽してある程度大きくなった頃に本葉が何枚か3枚ぐらい展開してきた頃に胚軸が長くなる前にカルシウムという、液体肥料みたいなものが、販売されていると思います。とても小さな小指ちっちゃいボトルでもあると思いますので、それを水で希釈していただいて育苗中に与えるだけでもカルシウム を補給させることになりますので、苗を必然的に硬くさせるという方法もあります。徒長というのはやっぱり風通しのいいところ、そして太陽の光が、たっぷりと当たるようなところですね。真夏のすごく1年通して一番暑い高温期以外で、ね、また気温が35度以上40度となる日を省いていただければ比較的徒長なども防ぐことができるんじゃないでしょうか、はい、じゃあこちらを見ていきましょう。苗の方ですね、はい、こちらが仕上がっている苗になります。レン君おはようございます。おはようございます、はい、こちらは今撒いて、播種植えて、播種したものは、これジェットドームですね、はい、これが最後のジェットドーム、定植になります。あと畝が、少しですね、はい、ここまで来ました。あちらの方に中さんは植えております。植え付けをする株間なんですけれども、ブロッコリーほんのわずかにキャベツと書いております。38センチぐらいに私はしております。ほんのわずかですけどね。キャベツ中手タイプは35センチで、キャベツ晩生タイプは38センチで、このブロッコリーはずっと早生から晩生タイプに関して全て38センチ株まで植え付けをしております。でこの植え付けをしている錠間、1錠2錠3錠とあるんですけど、この間隔は全部60センチで統一してます。これはキャベツ、白菜、ブロッコリー、私は全部同じです。錠間に関しては、ね、大体秋と冬に栽培をしているものは同じになります。露地栽培のマルチなしですね、うん、いい感じですね。ちょっと中見ていきましょう。中さんがいますかね。ここは前作白いトウモロコシを栽培していて、最後に収穫をしたところになりますので、少し残酸のくずなどがありますけれども、このぐらいは全然問題はありません。ほぼ分解が終わっております。植え付けをするとタイヤの跡で、下の方に埋まっている多少のトウモロコシの残酸などが浮いてきますけれども、これも成長してあと2週間もすれば気にならないという感じですね。じゃあ今日も中さんに差し苗をしてもらってます。中さんおはようございます。気合入ってますね今日も。今日朝ごはん何食べましたか。ウィンナー。あ、今日もウィンナーですね。ありがとうございます。やっぱりウィンナー大切ですね。バッチリですね。このちょうどジェットドームを播種した時はすごい暑かったんですけれども、ところどころちょっと発芽不良がありました。やっぱり気温が1年通して一番暑い時期に播種するもの、なるべく高温にならないようにといろいろな資材を使って上に遮光ネット、カルクルなど使っています。
けれども、まあ、それでもね、たまに暑い熱風が入り込んでいく時もありますね。まあ、それでもいい苗ができています。うん、見落としもなくいい感じですね。ジュースさんは100点満点ですね。バッチリです。さすがですね。これ苗持ってて重いですか？あ、そんなことはない。うん、最初はちょっと重いなって思う。あ、最初は128本の苗があるから、はい、ちょっと重い感じがするけど、いいですね。じゃあよろしくお願いします。はい、はい、いかがだったでしょうか。今日はブロッコリー、ジェットオブドーム、また夢響きというこの2つの品種のブロッコリーを栽培植え付けをしました。今ちょうどアフレコでやらせていただいております。ちょっと外部マイクの音声、ちょっと取れていませんでした。今ちょうど植え付けをすると11月からの収穫になるとは思うんですけれども、夢響きという品種の方は、一度長花蕾といって上のところを収穫した後、脇から出た芽ですね、まあ芽というか花蕾ですね、それを3つぐらい、長花蕾と同じような大きいものが3つぐらい取れるということで、初チャレンジで、やってみるということで、すごく楽しみです。1年を通してですね、まあ大体今、春とまた秋冬と2回ブロッコリーを栽培することができるんですけれども、まあ、これからの時期はね、最初は大丈夫なんですけど、今のところちょっとここ数年は害鳥ですね、なんていうの、鳥ですね、鳥、ムクドリ、ヒヨドリなどの被害がちょっと増えていますけれども、それも今課題です。ちょうど今植え付けをしているのがチューさんとレン君で2人でやっていただいておりますが、もうだいぶ手慣れてましてね、2人ともすごい、丁寧にやっているっていうのがこの圃場を見ていて、お分かりいただけますでしょうか。これからも皆さんに美味しい野菜を届けていきたいと思いますので、今後の動画も、ぜひご視聴よろしくお願いします。今日の動画がいいと思う方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。またよろしくお願いいたします。